ミホキュメンタリー。こんにちは、ミホです。今日は朝起きてからフォトショップの学校の宿題をやっていました。資料を電子マニュアルみたいな感じでこうデータで送ってもらうんですけれども、なんていうか最近の人はあれですよね、パソコンの画面上でそのデータを見て勉強するみたいな感じなんでしょうけど、私の場合はどうしてもなんかプリントアウトしたい世代といいますか、紙で見る方がこう頭に入ってきやすいといいますか、そんな感じです。はい、そうで、今日はなんでこんな格好をしているかというと、りょうこちゃんに散歩に誘ってもらったんですね。でもちょっと体力が不安だからどうしようかななんて思ったんですけれども、途中で疲れたらじゃあ私一人でタクシーで帰るねっていうことを言って、とりあえず歩き始めてみることにしました。はい、で待ち合わせてから散歩に出かけたんですけど、歩き始めてからすぐにりょうこちゃんがね、スタンド FM っていうところでラジオやってるんですよ。おはりょうこんばんはっていうタイトルなんですけれども、そのラジオの収録を歩きながらしたいって言い出して、歩きながらラジオの収録なんてできるのって思ったんだけど、どうやらできるらしく、ずうずうしく私もそちらに出させてもらいました。はい、さっきねそれを自分で聞いてみたんですけど、結構音が綺麗に入ってて、歩きながらだから環境音とか入ってたし、二人がねいつも散歩しながら普通に話す感じの会話が入ってました。はい、なんかやっぱすごい時代ですよね。これからもね、なんかコラボっていうの、そうコラボっていうか、そういうのやっていけたら楽しいんじゃないかななんて思いました。ぜひ聞いてください。概要欄に情報を書いておきます。はい、そして今日はなんと19,793歩歩きました。もうヘトヘトです。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。